ハイアイルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。まずはこれはテイルズオブトリビュート、これだな。順番に行こうか。さてと、イソベル出してたけどもやっぱり私の相棒はミンリだわ、裸だったけど何か面白いことがあるといいね。ちょっと待って、装備どうなんだろう。ミンリは青だったり緑だったりだな。ヨダメージに特化させた方が良さそうだな。今のところ足と首と指は一つですね。まあちょっと考えておこうか。ハイアイルはますます危険になっているわ。炎と灰が地面からいつ吹き出してきてもおかしくない。町を離れるつもりなら機敏で怯えない騎乗動物が役に立つわ。なるほど、よし、ありがとう。通知、ヘッドタトゥー、ストーンロア伝説のフェイスタトゥー。あ、そんなの手に入れたんだ。ほうほう。で、ちょっと待ってね、スキルだ。まだだな。とりあえず目指そう。デスカイシャドウ取れてなかったみたいだから取ろう。あれだ、
行くよ。行きましょう。ちゃんと見張りいるんだね、あの上に。さてとやるか。離れろよこのバカ。終わった？どうした？コールドライオクには近づくな。奇妙な塵だらけだ。私はあれが牛を人間に変えるのを見た。牛を人間、やられる前に私は出ていくぞ。家畜になって人生を過ごすなんてごめんだ。どうしたんだ？わからない。古い魔導士の塔の近くを通ろうとしたらおかしな塵を見つけた。ぐちゃぐちゃだったよ。君が悪いと思ってたら塵が追いかけてきた。なるほど。トールドライオクではよくある話なのか。いや、あの道はほぼ毎日通るが、あんなのは初めてだ。あそこに住む賢者とカジートのエンバーって助手はいい人だし、無事でいてほしい。エンバーね。でも、はい、あそこに戻るのは無理だ。お前なら勇敢そうだし大丈夫かもな。わかった。トールドライオクの様子を見に行こう。エンバーを助けてトールドライオクの秩序を回復する。なるほどね、ここだ。もう一人のね、コンパニオン、エンバーちゃんはここにいるってことね。ちょっと寄ってきますか、じゃあ。どこにいるんだ、それ。ここか。反対側だな。先にやるか。エンバーと話す。いた。こいつめ、ここに戻ってきなさい。なんだ、気を悪くしないでほしいんだけど、あなたは片付けが上手そうね。まあそんなことはないはず。ゴミがあるのよ。もし片付けてくれるなら手間賃は払うわ。なるほど。でも仕事の早い人を探しているの。急がないと取り返しのつかないことになる。どうしたんだそれ。私の師である賢者イリンが不在の間、呪文の実験をしてたの。ああ。でも失敗してしまって。君のせいなのか。じゃあ対処しないとここ以外にも広がって罪のない人たちがたくさん被害を受けてしまう。私だけでは治せないから手を貸してほしいの。なるほどね。何をすればいい。対抗呪文を開発する。でもまずは魔法を悪化させないように周囲の結界を誰かに修復してもらわないといけない。それを手伝ってほしいの。報酬は出すから。わかった。結界の修復を手伝おう。待って、これから数時間羊として過ごしたくなければこれが必要よ。実際なってみるとそんなに面白いものじゃないわ。あとこのクリスタルを持って行って。結界の修復に必要なの。最初の結界は丘を北に行った牧草地にあるわ。うん、通常の結界の力とは主な役割は暴走した魔法をトールドライオクの領域に留めること。よくある3点の守護ってやつよ。困ったことに私の呪文はそういう結界をなぎ倒してしまった。もう何も守れない。なるほどね。なぜ自分で修復しない。私の作った呪文には自身の魔法の印がついてる。といえばわかるかな。ある種の魔法は作ったものの影響を受ける。その意図に関わらずね。自分に調整された力をいじるととんでもないことになりかねない。うん、では自分で結界を修復しようとすると事態が悪化するのか。その通り。魔法は強大なものだけど時にとても繊細なの。賢者イリンなら気難しいと言うでしょうね。そしてすでに私の呪文はトールドライオクのあちこちで混乱を引き起こしてる。不要なリスクを取らずに事態を収めたいの。うん、わかった。であんた何者なんだ。私はエンバー。あだ名だけどそれで通してる。賢者イリンの弟子よ。弟子にしたことをたまに後悔してると思うけど寛大な心の持ち主なの。私が正式な訓練を全く受けてないのを知ってここに学びに来いと言ってくれた。なるほどね。うん、ここは何という場所だ。ここはトールドライオク。大きな魔導士の塔が目印よ。私は賢者イリンとあそこで一緒に暮らしてる。それから敷地や塔の管理をする人たちともね。
その全員が私の呪文の影響を受けたと思う。なるほど。で、何をすべきかもう一度教えてくれ。あなたの仕事は渡したクリスタルを3つの守護結界に置くだけ、簡単でしょ。その間何をするんだ。邪悪な者たちをあなたに近づけないようにする。私の暴走した呪文がトールドライオク付近の獣にいろいろな影響を与えてるみたい。かつておとなしかった連中はちょっとご機嫌斜めかもしれない。なるほどね。じゃあ直してくるから待ってなさい。綺麗な場所だな。おっと、なんだ。なるほど。ダイヤウルフ。戦闘になりそうだね。そうだな、見てわかると思うけど。スピルが何だ。悪意の治療、これだ。ついたわ。浄化の魔法をかける。これで結界が一つ修復された。次は西の空き地の結界よ。おー、なるほどなるほど。エンバーと話す。賢者イリンがこの守護結界の仕組みを説明していた時、もっと注意を払っていればよかった。というか、全体的にもっと彼の話を聞いておくべきだったわね。いい教訓になったな。次の結界は空き地にあるわ。西の道を渡ってすぐのところよ。結界を戻せば全てが元通りになるのか。残念ながらそうじゃない。結界は不安定な魔法をトールドライオクに閉じ込めておくだけよ、そうすれば元の呪文が広がるのを心配せずに対抗呪文へ取り組めるから。なるほどね。そもそもどうして結界のことを知っていた。賢者イリンの弟子にしてもらった時に、それが何でどんな役割を持つか教えてもらったから。トールドライオクについてできるだけ多くのことを学ばされたの。安全を守ることについてはね、なるほど。もう一箇所、反対側。よっ。なんもない。あれは魔法をかけられた羊。ねえ早く俺を解放してくれ。え、普通に話したけど。会えてよかったよ。魔法かけられた羊じゃないの。喋れるのか。片割れは名としか言わなかったけど。この辺りになるぞ。これだな。さて、あなたが結界のクリスタルを置く間、邪魔が入らないようにしておく。そうしてくれ。素質があるわね。あなたが賢者イリンの弟子になればよかったのに。お前に頼まれて石を置いただけだぞ、私は。そして洞窟の結界か、次は。これか。最後の結界はこの南洞窟の中よ。わかった。会話の中入ったな。ここな。
なんかいるな。乱された大地。ベクよ、見守って。よし、これが最後よ。早く片付けましょう。結界のクリスタルを置いて。わかった。結界はこれで全部よ。外で話しましょう。次の動きを考えないと、うん、誰か来たぞ。プレイヤーさんだ。で、次はどうする、うん、このチリめ。ゴールドライオク周辺で異変が起きているのは、大部分が私の適当な呪文のせいだってことは分かってる、うん、でもあのチリは危険な存在になっているみたい。魔法のいたずらだけじゃ済まなくなってる。まったく、なんとか手を打たなきゃ。どうして危険になったんだ。わからない。チリは最近現れたものじゃなくて、うん、トールドライオクにずっと存在してた。こういう場所に引き寄せられるんだと思う。なるほど。でも私の呪文にはあれを凶暴化させる要素はなかったし、普段よりも数が多いわ。何か手を打つべきでは。ええ、罠を仕掛けて捕まえることはできるけど、それでもあの様子は心配。罠を用意する間に塔へ行って賢者イリンのものを調べてくれる。チリに関して詳しく分かる本を持っているかもしれない。うん、塔で賢者イリンの所持品を調べようじゃ。チリについて分かるものが塔にないか調べて、そこで合流して罠に取り掛かる。分かった。バカげてる。賢者イリンはあなたのような汚い猫を拾うべきじゃなかったのよ。落ち着いてハルドレスさん、なんかやってんの。直してあげるから急ぐことね、賢者イリンが。何なの。どうした。おー、グアルになっちゃった。そうね、今のは少し面白かった。誰だったんだ今の。魔法から守るためにハルドレスさんに不自由をかけておくのを忘れちゃったわ。そんな目で見ないで、わざとじゃないんだから。チリの大将に嫌気がさしてきた。あなたが賢者イリンの道具を探している間、私はこの罠に取り掛かるわ、うん、何が起きた今。チリにやられたの。幸いただのいたずら者でグアルに変えられただけ。大丈夫、ただの幻惑よ。混乱してるけど怪我はしてない。それに爬虫類の姿も彼女にはお似合いよ、うん、罠は本当にチリに効くのか。多分ね、前から研究してたものに少し手を加えるつもり。銀にそれぞれ魔法をかけたの。単純だけど、チリが罠の近くに来たら吸い上げるはず。シューッとね。なるほど。どうやってそんなことを思いついた。元はハルドレッサ用のオリーブの枝というか、ホコリを掃除する呪文よ。私のマジカの練習はいろいろと散らかすから、うん、彼女を少し手伝えるものを作りたかったの。なるほどね。同じ設計で罠を作るわ。で、ハルドレッサが嫌いなのか、お前は。あのね、先に向こうから嫌われたの。賢者イリンのお世話になり始めた時、ハルドレッサはすぐに衝動的で役立たずな不老児って決めつけてきた。完全に間違いではないけど、最初からそういう扱いをされたのよ。うん。で、賢者イリンはそれについて何と言っているんだ。賢者イリンは全て承知の上で私を受け入れた。並大抵のことじゃない。それに自分らしさを決して非難しなかった。だからこそ制御できなくなった魔法で塔を台無しにしたくないの、うん、がっかりさせたくない。なるほどね。塔で役に立つ情報が探そう。魔法から守るためにハルドレスさんに不自由をかけておくのを忘れちゃったわ。これで塵の罠に取り組める。前向きにね。そうだな、頼むぞ。そっちはさてと、調べれるの。ここも蛮族のスタイル。上かな。
ここだね。アルケインクラフトに関する海の伝承。リアナラ・オラ魔女。あれだね。魔術師ギルドの人だね。リアナラ、レッドガードの。章、海岸と砂。これまでの章で論じたように、ニールンの海域には、常に流動し、かつ相互につながっており、また手つかずの深さと神秘を備えているため、熟練のアルケイン技師に、多様な機会を提供している。この神秘は、呪文の制作にも、富士の栄章にも真っ当な錬金術の調合薬を作るのにも利用できる。ここで言う真っ当な錬金術とは、複数の魔術学派の技を学んだ魔術と関わりの深いものによって、研究された、技法である。地域の賢女が出産の痛みを和らげるために作る薬や、低級な魔術師が作るイボの治療薬とは異なる。真っ当な錬金術は最高位のアルケイン分野だ。だが脇道に逸れるのは予想。さまざまな地域の潮だまりや砂地は錬金術の試薬の宝庫である。この研究分野はまだ始まったばかりであり、成長を続けているが、一部の文化はこの点で他よりも進歩している。例えばスロードは、海から魔術を引き出すと言われている。彼らのアルケインの、どんな残骸がシストレス諸島の砂浜に眠っているのか、そして、ゴールドコーストには何が打ち上げられているのだろうか。ハイアルの海辺に、打ち上げられる海で割られた滑らかになった不思議な、青い石は、大海原を数百年もさまよった後、アンビル海岸に行き着いた。よく似た外見の、石片とは異なる性質を持っている。発見されたものは、試験と、検査を徹底的に行い、アルケインの性質があるか、あるならそれはどのような性質か、そして呪文や錬金術の下地にどう利用できるかを理解しなければならない。本章ではあなたの魔術が、海の素材の利用に向いている場合に、我々の世界の海岸沿いで探すべき物品について論じていく。例えば石は大抵の海岸で見つかる。時間をかけて海の中で丸く変形した手のひらに収まるほどか、杖やサークレットに入るほどの小さい石は容易に重宝される。一般の民がシーエルフと呼ぶマオマーはこうした海の石を探して海に関する彼らの儀式に使っている。私と話をしてくれたあるマオマーは、酒場で何杯か飲んだ後のことだが、酒場の名前は明かさない方がいいだろう。彼の民の間で、青と紫の色彩は高い価値を持っているが、極めて希少だと言っていた。この言葉が真実かどうかを確かめる術は私にはないが、彼が身につけていたイヤリングはとても小さく、なんだろう。なんとかめた青色の石で、装飾されており、それは内部から光を発していた。それを調べさせてはくれなかった。しかし、またしても話が逸れてしまったようだ。だが彼は正しかった。海の石の、色は重要である。黄色がかった滑らかな石は美しいが、アルケイン的な価値は低い。青と紫の海の石には高いアルケインの共鳴性があり、赤と緑の石はその中間である。なるほど。あんまり関係なさそうだな。これは悲しみの風。歴史家バスティビアン・マロレ著。トールドラヤクの力の源泉についてはいくつかの物語がある。その中で、品質するのは、邪悪な魔女や復讐心に駆られた、敵を倒すために、闇の魔術に手を染めた、族長などである。歴史記述は様々だが確かなことはある。それは遠い昔この塔に起きた何らかの出来事が痕跡を残したということだ。最も広く知られている伝説は悲しみの風と呼ばれている。空想的な物語ではあるが、その核心部分には一抹の真理が眠っているかもしれない。地域住民の言葉によれば、時々目の端で点滅する塵は悲しみの風と呼ばれる。悲嘆に沈んだ恐るべき霊魂の残滓だという。この物語によれば、小島はかつて、エルフか、人間の外見をした獣の住処だった。
この獣の存在は確認されたことがなく、話を面白くするための詩人の脚色かもしれない。確かなのは、小島の最初期の住民は強力な魔法使いであり、大地や海を形作ったことだ。時とともに、初頭は人間やエルフに発見され、移住が行われた。この古い住民たちが残っていたとしても、彼らは基本的に隠れて生活している。高潔で美しい、ある女性の、古代生物は、小島を吹き去る、そよ風に調和しており、彼女の服や髪の毛は常にまるで、風に吹かれているかのように揺れ動いたと言われている。彼女は近くに移住してきた古代の族長と恋に落ち、初頭の秘密の場所を去って彼と共に暮らした。物語の伝えるところでは、この古代生物は族長に子供を2人授けた。どちらも賢く美しい子だった。何年も過ぎ、彼女は自分の母親が亡くなったことを知った。それゆえ彼女は家と子供を残して、自分の民のところへ帰った。旅から戻ってくると、彼女は夫が自分を捨てて別の女のもとへ行ったことを知った。その別の女は嫉妬深く、暗い心を持っていた。この女は偉大な族長の心を魔術によって狂わせたのだ。さらに悲劇的なことに、女は二人の子供を毒殺し、自分の子孫が全てを受け継ぐように取り計らったのである。追い出された妻は夫の裏切りに耐えたが、子供たちを失った彼女の悲しみは風を解き放った。と伝説にある。苦しみと悲しみのために激高した彼女は何日もの間、自分の行くところ全てを破壊し去った。ドロイドや族長、戦士や魔女らで構成された、勇者たちの一団が彼女を抑え、凶暴な風を止めて小島を元に戻すため戦った。トールドライオクが現在立っている、可憐な谷は、彼らが悲しみの風と名付けた獣に対するその激烈な戦いの場だった。彼女の墓は塔の近いどっかに眠ると伝説には言われている。物語のこのバージョンによれば、塔の周囲を舞う塵は彼女と共に埋葬された子供たちの霊魂の根源だという。他の物語では彼女は敗北したが、征服されることはなく、いつか帰ってきてあらゆる岩に至るまでハイアイルを破壊し尽くしただろうと言われている。なるほどね。これだったのか。これは賢者イリンのメモ。ミリスには造船のための木への付樹について、研究者の論文をもっと探してみると言っておいた。初頭には航海の文化があると考えると、この研究領域は有益だと思われる。しかし彼女が自分の学生たちにこの分野を執拗に進め、私に木のアルケイン的処理について何度も質問してくるのは別の目的があった、あってのことだ。我々は長い造船の歴史を持つ島社会だからとか、より優れた船を作ることが常に優先的課題だからというようなことが彼女の関心の出どころだとは思えない。むしろディフォート家のどこかの勢力が後押ししている可能性が高い。ミリスは才能ある魔術師だが、政治に深入りしすぎているし、野心もある。より優れた船を作るための秘密を発見することは、計り知れないほどの利益と権力をもたらす事業となるだろう。私がまるで塔にこもってブツブツ言うだけの老いて、なんだろう、老なんとかした忍者のように、そんな事業のための情報を手渡すと思っている時点で、彼女は驚くほどの無実をさらけ出している。なるほど。これは関係なさそうだな、とやらな。どうやら、ここにいたの？チリに関する情報は見つけた？まあね、ちょっとした物語があったみたい。罠はできたわ。これを設置すれば、チリは始末できるはずよ。それから家畜とハルドレッサをどうにかして、いずれ対抗呪文を作って全て元通りにすればいい、うん、何か役に立ちそうなことは分かった？この辺の塵に関わる風の霊魂について書かれた本を見つけた。
ああ、読んだことがある。悲しみの風の女の話ね。そう。私の呪文が彼女を怒らせ、それで塵が暴れてるの？わからないけど。だとしたら、まずい。未来のエンバーにとってもね。とにかく、一つずつ片付けましょう。いや、二つずつね。どっちからだ？罠は仕上がったけど、家畜とハルドレッサの問題が依然として残ってる。彼ら全員を本来の姿に戻す方法を見つけ出したい。幻惑がさらに被害を生んでしまう前にね。私が取り組んでいる間に罠を仕掛けてくれない？どこに設置すればいいの？ここに罠を仕掛ける場所を書いておく。罠は外の作業台の近くにあるカバンに入れておいた。その間に家畜とハルドレッサをどうやって元に戻すか考えておく。そうしたら対抗呪文に取り組めるわ。終わったら家畜小屋で会いましょう。わかった、罠を仕掛けよう。頑張って罠を仕掛けてね。終わったら家畜小屋に来て。ああ、家畜小屋ね。まずは罠を取らなきゃだね。エンバーのカバン、で罠を設置する。これか。なんだ、あ、ほんとだ、吸った。なるほど、こういうことか。塵あるね。すげえ溜まってんな、それ。触れんの？あ、どっか逃げちゃう。え？悲しみの風。悲しみの風が話しかけてくるけど、向こうどこだ？これだ。で、次はエンバーと家畜小屋で話す。なるほどなるほど、家畜たちが人間の姿にされてる。よし、どっちも普通の鶏に戻してあげるからね。あ、本当だ、戻った。やっぱりうまくいったわね。さあ、行きなさい。どうやったんだ？戻ったのね。罠は機能したでしょ。ほらね、私だってちゃんと考えてるんだから。大体は。ところで、家畜を元の姿に戻す方法が分かったと思う。どのように？いいものを作ったの。見た目はスプーンなんだけど、まあ厳密にはスプーンか。でも富士を施してある。その名も取り消しのスプーン。この鶏でさっき試したんだけど、幻惑を完璧に消し去ったわ。なるほど、スプーンである必要があったのか。それ、
家畜から幻を消すのがどうして重要なんだ。いつもなら気にしないけど、幻惑は混乱を与えるし、頭痛の種になる。私が対抗呪文を準備している間、動物に苦しんでほしくないわ、うん、ああ、それからハルドレッサも、やっぱり彼女にも苦しんでほしくないみたい。なるほどね。で、手伝えることあるか。さあ、取り消しのスプーンを持って行って。あなたが駆け回って家畜とハルドレッサを元に戻してくれれば、ようやく対抗呪文に手をつけられる、うん、あなたが戻ってくる頃には何か思いついているはずよ。なるほどね。魔法のスプーンを携えて家畜を助けてくる。対抗呪文任せるぞ。動物の鳴き声を発してる人々を探せばいい、うん、すぐ見つかるはずよ。元に戻してあげたら、私からごめんなさいと言っておいてね、うん、ハルドレッサに関してはグアルのままにしておくのがいいと思うわ。冗談よ、半分だけね。で、取り消しのスプーンはどう使うの。あなたが言うと可愛らしい。なんでよ。とても簡単なやり直しの不助がかかってるの。塵から魔法を逆行させて幻惑を解除する、うん、私でさえしくじらないような基本的なものだから、うん、動物が取り消しのスプーンを使わせてくれると思うか。ただの動物だから多少は逃げ回るだろうけど、だろ、うん、そこまで手こずりはしないはず。頭が切れる連中でもないしね。もし私が羊で人間になったら冒険に出かけるだろうな。なるほど。そもそも魔法の実験で何をしようとしてたの。動物を人に変えるつもりなんかなかったの、本当にね。命がないものに命を与えようと考えてた。賢者イリンの本から思いついて。それってまずいんじゃない。だから彼は多くの書物に鍵をかけてたのね。今になってわかったわ。全てを元通りにする前に賢者イリンがもう帰ってきたらどうなる。うん、その展開は避けたいわね。でもそうなったらどうなるんだろう。あの人は変わり者だから。お仕置きをするにしても、私は年を取りすぎているし、彼も罰を与えるタイプじゃない。きっとがっかりするよね。そっちの方がもっとずっと辛い。まあそうだな。私は塔で対抗呪文に挑戦するから、終わったら来て。わかった。狼は違うな。これか。魔法をかけられた羊。完全に四つん這いだね。あ、メス牛か。目牛だけども完全に男だったけどな今。できる。よし、あ、牛ちゃんだ。確かに。もう。なるほど。もう。よし、戻れたね。羊もか。ねえねえ。すごい速さで行くな。待て待て待て。大丈夫だ、悪くはしない。ねえ。よし、ねえ。よし、羊戻れた。で、バルバレスタ、バルバレスタじゃない、バルドレスタか。グアルだったよね。嫌なとこいんな。いた。なぜ逃げる。それは剣構えて寄ってきたら逃げるか。
もう追いつくしかねえなこれ。あー、すげーてー。待ちなさい。あれあれ使えないけどスプーン、なぜ。ハルドレッサー、あれハルドレッサーに使うんじゃないの。あれどういうこと。ハルドレッサー、ちょっとなんだ、ハルドレッサーにスプーンの表示が出ない。しっかり離れようか。一回エリア移動してみようか。読み込んでないから変わんないだろうなきっと。まずだ、まずだ、ハルドレッサー悪いようにはしないから。あー、すっげーてー。あ、いけるいける、よし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 、やった。私、グアルになってた。グアルになってたね。何もか、あー、変な感じ、ものすごく不愉快だったわ。助けてくれてありがとう。私は美人じゃないけど、グアルよりはマシでしょ。グアルの方が可愛いな。もう大丈夫なのか。平気かって、そんなわけないでしょ。グアルに変えられたのよ。あんなものまで食べて。賢者イリンにエンバーは問題を起こすと最初から言ってたの。でも聞き入れてくれなくて。エンバーと一緒に全て解決する。そもそもあの不注意なカジートが賢者の話をちゃんと聞いてたらこうはならなかった。おつかましくて失礼な子で、いつまで話していればいいの。台所へ行ってブランデーでも飲みたいんだけど。どうぞ。なんかなんか私もハルドレスあんまり好きじゃねえな。なんだ。失敗した。え、大丈夫か。中で爆発起きたけど。ハルドレスは元に戻ったみたいね。つまり問題発生よ。どうした。いい知らせと悪い知らせがあるわ、うん、いい知らせは対抗呪文がもうすぐ完成するってこと。でも完成させるには鏡の道って本を見つけないといけない。鏡の道、賢者イリンが持ってるはずだけど彼の本棚にはないの。それが悪い知らせよ。それがどうして悪い知らせなんだ。鏡の道が他のものと一緒に置かれてないならきっとアルケイン蔵書庫に保管されているはず、うん、絶対に入るなと言われた蔵書庫よ。必要な本はそこにあるに違いない。あれがないと対抗呪文を作れないわ。でどうすればいいんだ。賢者イリンは蔵書庫に入るなと口を酸っぱくして言ってる。でも今は非常事態だし、きっと私を入れないため魔法の罠が仕掛けてあるはずよ。だから私が何とかしているうちに本を手に入れるのを手伝って。なるほどな。そんなところに送り込むのか。私は分かった。本の入手を手伝おう。賢者イリンの蔵書庫で鏡の道を見つけたら対抗呪文を完成させられる。私を近づけないよう中に危険なものを置いてあると言ってたけど、冗談だといいわね。冗談じゃないだろうな。冗談に決まってる。絶対そうよ。さあ行きましょう。なんかちょっと大きめの何かと戦わせるんだろうきっと。でどんな魔法の罠があると思う。わからない。入られたくないんだと気づいた時すぐに針金で解錠したの。
それ以来守りを固められて、許可があるとき以外は入るなと言われた。何か障壁が仕掛けられてると思う。なるほどね。アルケイン蔵書庫を針穴で、まあ、ロックピックで開けて入れたのか。難しくなかった。賢者イリンのような魔術師は魔法的な考え方をするの。至る所を魔法で保護するけど、針金とよく聞こえる耳さえあれば関係ないってことを忘れてる。なるほど。それに会場ならお手の物よ。どうして錠前破りが上手くなった。必要に迫られて。裕福じゃなかったからね。優雅な貧乏暮らしでさえなかった、うん、腹を空かせたくないからそういう技が上手くなる。衛兵や怒った商人に捕まりたくないし。なるほど。ついてきて。蔵書庫は下よ。すぐ鍵を開けるから待ってて。よし、さっさと用事を済ませましょう。わかった。何も感じない。賢者イリンの出まかせだったのかな。いや、そんなことはないはずだ。ほら、もう見事に罠にかかったな。この呪文は私に向けてかけられてる。下へ行く道を探すから、どうにか本を手に入れて。わかった。まさかね。これは鏡の道。これだな。反対側にもなかった。これは アミビリディルアルケニウム。奇妙な秘密の暗号で書かれたこの文書は、適切な道具と、特殊な呪文を使わなければ読むことができない。なるほど。イフシズアディハシソティブッブトパピティエグロブボグロギボグタノディパルモハティフェセティセフェドゥエリトゥヌタロラムラヘラレヘラヘレギアニレトテソルレウォレイニヒリナリネドレフサルバシェエペデアルラレエンジェファンラッケボクナニレニドトゥリエネリビズメアイウィエドオニレゲブエキヌペネ。なんだこれ。頭おかしくなる。こんなん全部マニアの純潔。私はこの論文に署名するつもりはない。絶対に断る。だが私がシバリンガイルズに着いた時に見て感じた脅威については書き記しておかなければ気が済まない。私を乗っ取った狂気は開かれた口であり、私はそれに恐怖し、また引きつけられた。それは想像や不眠症、激怒や歓喜が飛び出してくる狂気の渦巻きだった。どれくらいの期間だったかは思い出せないが、1年か1ヶ月かはっきりしない。グリーンモートを使って理解力が拡張されている間に、ある呪文の秘密に飛び込み、探求した。私はこの体験から出てきた時、アイレードの遺跡に、時折発見される希少なクリスタルの謎を解く鍵を手にしていた。私はおそらく、古代のアイレードによって作られたアメジストクリスタルの中心部を調べ、その面と、形状がマニアの風によって生み出されていることを発見した。そう言ったらあなたは笑って信じないかもしれない。私の説明を聞けばあなたにも真実が見えるだろう。明白にして輝かし、すべてを飲み込む真実が。わけわからんもんですな。どちらにしても。他にはないかな。銀の道。あ、銀じゃない。鏡の道か。この中には古代呪文の多様かつ複雑な技が記されている。この書を読み、その不可思議な、までに心を惑わせる呪文を目にする者は覚悟せよ。鏡の道の呪文は歪んだ道を紡ぎ、熱狂した多くの見習いを危険や絶望を死へと導いてきた。油断することなかれ。この先を読むためには鏡の道の秘密を
秘密の呪文を知っていなければならない。大丈夫なの、こんなん使って。やったわね。あとは他に何か起きる前にここを出ましょう。大丈夫なの、このなんか注意書きあったけど。エンバー入れないか。賢者イリンは本気で私に入らせたくなかったみたいね。真面目さに感心するわ。人死にが出るって言ってたぞ。あの年寄りがこんなことするなんて、特に私を狙うなんて卑怯な人。あなたがいてくれてよかった本は手に入ったんでしょ。見せて。これをちょっと見せて。ふむふむ、いいえ違う、これはまずい。こっちはどう。あったわ、アマハニストイグジスね。ガハンアメグジストじゃない。確認しといてよかったね。成長したでしょ。どういう意味だ。アルケインのグリフは2種類あるの。書いた時と唱えた時ではその働きが全然違う。対抗呪文に必要なのは2つ目よ。さて、あとは古代の儀式のサークルに戻って唱えるだけ。またあなたの助けがいるわ。うん、お前が良ければいつでもいいぞ。こっちは対抗呪文でトールドライオクは何もかも元通りになるはずよ。賢者イリンが出かけた時のままにね。私も彼のしかめっ面を見なくて済む。儀式の場所では協力して。これだけ大きな呪文の詠唱は二人分の仕事よ。どうしてここで対抗呪文を使えないんだ。あの古い儀式のサークルには力があって、今はあらゆる手を尽くしたい。あそこで魔法を使って対抗呪文の力を強めるつもり。賢者イリンに教わったの。こうやって使うことは考えてなかったでしょうけど、うん、悲しみの風がここに実在する可能性はあると思うか。可能性はある。昔話や神話はいつも過去の本当に起きたことから始まる。この辺の塵は私の魔法以外からも影響を受けてるようね。私はいつも最悪の事態に備えるようにしてるの。うん。儀式の場所で何が見つかると思う。運が良ければ怒った野生動物がいて、前みたいに対処すればいいだけ。もっと大胆な塵がいる可能性もある。でも古代の話が本当なら、とても気難しい風の霊魂みたいなものがいるかもしれないわ。どちらにしても危ない。儀式のサークルは北の丘の上よ。そこで会いましょう。わかった。北の丘の上ね。これか。北の丘って言ってたけど南だな。南だな嘘つき。あの、ちょ、本がある。カリウドの旅6。なるほどね、シリーズがあるな。これまた1から読む。1を探して1から読む。あそこだね。ここよ。まずは儀式の炎を灯しましょう。三つあるはずよ。三つね。早ない。儀式の炎を三つ灯して、私は祭壇のをやる。わかった。これか。え、悲しみの風。行きましょう。エンバ、悲しみの風がいるんだが。もう少しで着くわ。やっと呪文をかけ終わった。ついてきて、すぐに効果が見られるはずよ。どれ。悲しみの風がいますけど。もうすぐだから。これ倒さなくていいの。うまくいった。ちょっと待って、ね、ちょっと待って待って。塔へ戻りましょう。勝手にやるなよ待って、悲しみの風に対処しよう。まずは
悲しみの風よ。眠りを妨げるな、汚らしい獣め。悲しみの風よ。すげえ巨乳だな。ああすまん。いい準備運動になった。裏切られた絵、ひどい思いしてたのに、そんな人をぶっ倒しちゃうなんて。かわいそうにね。まあでも何の説明もなく出てったのかな、うん、急にいなくなったってことだったら彼女にも。こんな場所ではもう働けません。クアルに帰られたんですよ。クアルに。ハルドレッサ、分かっている。この状況に対処しよう。賢者イリンが。そうしてください。ハルドレッサが私を売ったのね。先にお前の協力者と話がしたい。私のことか。ちょっと待ってくれ。まずは賢者イリンとあなたが話すべきだと思う。まあそうだね。問題は全部解決したけど、それでもひどく叱られる気がする。そりゃそうだろう。でも今回の経験で多くのことを学んだわ。前向きでしょ。私のことをよく言っておいてくれる。ポジティブだなお前。ではここの出来事を目撃したのだな。ああ、君は事態解決のため一役買ってくれた。感謝しよう。だがもしよければいくつか聞かせてほしい。一体何が起きたのだ。まあエンバーの呪文が暴走したってとこかな。ほんのわずかでも彼女を一人にしておくなど迂闊だった。エンバーは問題を起こしやすくてな。まだ呪文の余波が感じられる。それは暴走とかいうもののな。君に後始末のお礼をすべきかな。エンバーと会った時はもう元に戻す方法が考えられていた。手を貸しただけだ。なるほど。ひどく手を焼かされるが、彼女は才能ある魔術師だ。まあ才能はあるな。移り気だが天賦の才を考えれば仕方のないこと。彼女にとって私はいい教師でないという自覚はあったよ。どういうことだ。彼女を弟子にしたのはあれほど才気があって衝動的なものを放っておけなかったからだ。まあそうだよね。が私には彼女をしっかり指導する時間も適性もない。失敗だった。彼女と話してくれるか。私は考えをまとめたい。わかった、エンバーと話そう。心配無用だ。エンバーは危険な状態ではない。私の料理人が被害を受けたのは残念だが全て元に戻った。エンバーの魔術の影響は致命的なものではなかった。だがこれからどうするか考えねばならん。エンバーは厄介な生徒なのか。エンバーに学ぶ能力がないわけではないぞ。これまで見てきた中でも頭の切れる魔術師だ。私が教えたことは全てすぐ吸収した。だがそこが問題でね。なぜだ。エンバーは炎のように周囲の全てを飲み込んでしまう。知識欲は底なしだ。魔術師として喜ばしいことだが、いささか私には合わない。私は理路整然としたやり方を好む。慎重に型通りにやるのだ。なるほどね。そしてエンバーは違うと。その通り。エンバーには同行者が必要だ。まっしぐらに冒険に飛び込み、共に己と魔法を鍛えられる者が。私が若ければその役割を果たしてやれたが、今は無理だ。なるほど、私にやれとそれを。ねえ、賢者イリンが考えをまとめてる間にちょっと話しましょう。そうだな。賢者イリンは濡れたドラゴンみたいに怒ると思ったわ、うん、でも楽しんでるみたい。多分彼はハルドレッサをグアルに変えたいと思ったことがあるんだわ。認めたくないだけよ。まあ彼が来る前に解決しておいたのも良かったと思うけど。これで魔法の研究をさらに求められると思うか。考えてたのよね。賢者イリンには感謝してるけど、じっと座って魔法の本を読む生活に興味はない。今回の件でようやく決心したわ。魔法を研究するだけじゃなくて使いたい。冒険していろいろ見たいの。なるほど、よかった。でもなんか
イリンに捨てられたみたいな悲しくなっちゃうのかと思ったけど、よかった。トールドライオークを出たいのか。いいタイミングだと思う。ここの訓練は良かったけど、まだ学ぶことはたくさんある。私にとっては好奇心と経験が一番いい勉強になる。実際に行動した方が身につくから、世界に出て訓練を続けたい。それで魔術師エンバーの今後の予定は？魔術師エンバーか、いい響きね。でもその話より先にこれを受け取って。大したものじゃないけど、いいチームワークだったわ。いつか魔術師の助けが必要になったら声をかけて、また一緒に楽しみましょう。うん、ちょっと待って、こっちで受け取りたいんだぞ。前、魔術師賢者イリン、忍耐強く指導していただいたことには感謝してます。でも巣立つ時が来ました。世界はお前の才能を伸ばしてくれるだろう、エンバー。たまには手紙を書いておくれ。荷造りをしないとね。ハルドレッサにお別れもなんて、まさかね。あ、チリがまだいる。エンバーは頭が切れる。ほとんどの場合、失敗するのは感情に流されるせいだ。なるほどね。ハルドレッサーはどこにいるんだ。下かな。エンバーがいる。下にいるエンバーとは話せないんだね。ハルドレッサーいないね。中入ってったと思うけど、まあいいや。とりあえずだいぶ寄り道したな。行こうか。ここね、もともとはここに行くつもりだった。